トリジャター。トリジャターのワヤン人形。トリジャターは、インドのジョジ師、ラーマーヤナに登場する、年老いた羅刹女。ラーバナの滅亡を予知する夢を見た。また心が優しく、囚われたシーターを励ました。トリジャターは、様々な夢を見た。ラーバに関する夢が幸運を暗示させるのに対し、ラーバナについては不吉、死を暗示させるものばかりであった。夢の中で、 ラーバナは頭をそおりこうにまみれていた。あるいはロバに乗り、南を向いて進んでいた。またランカーの縄文が破壊され、都市が海に沈み、あるいは灰溶かす夢を見た。そしてシーターにラーバナの日となるよう脅す、羅刹女たちをいさめた。またシーターがインドラジットの攻撃で、ラーマ、ラクシマナが深く傷つき、大地に横たわる姿を見て、深く悲しんだ時も、 トリジャターは、シーターを慰め、元気づけようとした。マハーバーラタでは、トリジャターは年老いた羅刹女とは語られていない。トリジャターは、アビンディアという聡明で年老いた、ラークシャサの言葉を伝える役目を持っており、それによってシーターはラーマが、サルを、スグリーバと手を結び、自分を救出するための準備を整えていることを知る。また、 ラーバナがかつてナラクーバナの妻ラムバーを領辱したために呪われて抵抗できない女には手出しできないことを告げてシーターを安心させた。さらに自らが見たラーバナの破滅を暗示する夢について語って聞かせた。戦争後、トリジャターはラーマから財産と名誉を授かったという。ありがとうございます。